日光白根山は、栃木県日光市と群馬県利根郡片島村の境界にある標高2578メートルの山。日光火山群の北西端にある、活火山で、西方への溶岩流の上に手法、奥白根などの溶岩ドームが形成されている。深田久屋の日本百名山の一つで、火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために監視、 観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。日本国内では北関東以北で最高峰の山である。日光白根火山の地形図左へ伸びる長い尾根は溶岩流によるもの、白根山とは古来より峰が雪で白く染まる様を形容した名称であるため、同名の山が日本各地にあり、その他の白根山と区別するため、日光白根山と呼ばれるが、 国土地理院発行の5万分の一地形図、南大山には白根山とのみ記載されている。日光白根山は白根火山群の角山山に周囲を囲まれており、また一年を通して雲に隠れていることが多く、関東地方からは日光連山の稜線上に奥白根山頂部のドーム状の突起物が乗っている程度にしか見えない。冬季天候条件が整えば、 黒い山肌に雪をまとう日光氷連山の山々に、ひし雪に覆われて一際白い山体を表す。白根火山群周辺には、五色沼や湯の湖、湯滝、洗浄ヶ原、小田台ヶ原など、自然の造形物があり、また貴重な鉱山植物の植生も見られるため、山域は日光国立公園に指定され保護されている。 しかしながら、この山に多く自生することから名付けられた植物の白根葵も現在では、ほとんど見ることはできず、また、周辺山域には、立ち枯れが多く見られ、その原因を、首都圏からの大気汚染物質の飛来とする研究も、あるなど、自然環境の変化が進んでいる。日光白根山は、日光火山群のうち唯一歴史時代の噴火記録の、残っている火山である。 日光白根山の火山活動は約2万年前に始まり、いずれも山頂付近、座禅山付近、血の池地獄付近の3カ所の噴出口からの厚い溶岩流や溶岩延長球によって形成された。火砕流堆積物を伴うこともあるが、爆発的噴火は記録されていない。約6000年前以降、周辺に堆積物を残す噴火は6回以上あったと考えられている。 マグマ噴火は2400年前を最後に発生しておらず、以後は全て水蒸気噴火である。日光白根山の噴火様式には水蒸気噴火とマグマ噴火があるが、積雪月にマグマ噴火が発生した場合には、融雪型火山泥流を誘発する可能性が指摘されている。登山口は、栃木県側には湯本温泉登山口や金星峠登山口、 群馬県側には、菅沼登山口や日光白根山ロープウェイの山頂駅登山口がある。山頂に至る主な登山道は、湯本温泉登山口から、富山尾根、天狗平、全白根山を経由するもの、菅沼登山口から三田町を経由するもの、金星峠登山口から五色山、三田町を経由するものなどがある。また、麓の丸沼から日光白根山ロープウェイで、 標高2000メートル付近まで行けるようになり、山頂駅からも登れるようになった。避難小屋は、栃木県側に五色沼避難小屋、群馬県側に七色平避難小屋がある。江戸期から明治にかけて、上州では、奥、白根山を荒山権現として祭り、信仰登山の対象となっていたと言われるが、その遺跡は皆無である。現在、そのルートは、 日光白根山ロープウェイ経由の道に比較的近く、当時の信仰登山にまつわる地名が地図上にのみ見える。現在は、全白根山山頂に前白根山の神社、奥白根山山頂に、奥、白根山の神社がある。日光白根山が基準産地となるなど、和名の名前の由来となっている植物に、次のようなものがある。ありがとうございます。